高天神城の戦い。高天神城の戦いは、武田勝頼と徳川家康の間で戦われた、高天神城の二度の向上戦を指す。高天神城は、元は今川氏の市場であったが、桶狭間の戦いから駿河侵攻にかけての今川氏の衰退、滅亡によって、上主、小笠原司教は徳川氏に就いた。う江、駿河の国境近くにある、 皇天神城は徳川氏にとって遠江支配の重要拠点であった。武田氏は駿河平定後、三河、遠江方面へ手を伸ばし始め、そのため徳川氏とは小競り合いが続く。元気2年には武田信玄が2万5000と言われる大軍を率いて、三河、遠江に侵攻し、その際に皇天神城を攻め同日撤退したと言われる。 その翌元期3年の成城作戦における、東東海進行では、皇天神城と徳川市の本拠点、浜松城とを結ぶ東東海の要所、二股城が陥落し、二股城の戦い、皇天神城は孤立することになる。しかし、この時点ではまだ、徳川市の拠点として機能していた。信玄の死後、後を継いだ、武田勝よりも、東東海支配強化のために皇天神城を狙い、 とう海支配のようとして、武田氏と徳川氏は皇天神社を奪い合うこととなる。元気四年、天正元年、1573年4月12日、武田信玄は、正常作戦から、三州街道を甲府へ帰陣する途中、品野稲郡駒場で死去する。信玄の死は秘匿され、秘匿の武田勝頼が、武田氏を継いだ。ところが、武田氏が体制を整える間に、 小田信長は、反撃に移行こう。同年7月18日に降伏した、将軍、足利義明を放逐すると、朝廷へは、改元を働きかけ、天正元年とした。同年8月には、越前の朝倉義陰と大江の浅い長政、信長の義弟を相次いで滅ぼした。小田氏と同盟関係にある、徳川家康も、信玄の死を機に反撃に転じ。 長篠城の奪回や、武田方の作手亀山城主、奥平貞吉を寝返らせるなど三河における湿地回復を進めていた。天正二年、1574年五月、七以上の勢力拡大を目指す勝よりは、二万五千人を率いて、遠州東部における徳川方の拠点である、高天神城に攻めかかった。城方は、徳川軍の小笠原長忠以下戦である、 長棚は、武田軍襲来と同時に、家康に救援を求めた。しかし、新州から南下する、恐れのある武田の別道軍に備えねばならぬ上に、家康軍の総兵力は一万程度に過ぎず、そこで家康は、織田信長に救援を要請する。信長は5月5日から、鴨祭りに出席していたが、両国に課税のことを命じると、5月16日に京都を出発し、 5月28日に岐阜に帰還した。この間に皇天神城は武田軍による攻撃で西の丸を出艦し、兵糧が急防して落城の危機に陥っていた。6月14日、ようやく信長の援軍が岐阜を出陣し、17日に三河の吉田城に到着した。だが、翌18日、城内で皇天神城を本拠とする国州小笠原市場。 信興が、武田勝頼に内通して、反乱を、貴子、長忠は持ちこたえられずに降伏した。こうして、皇天神城は、武田軍の手に落ちた。19日、信長のもとに白陥落の方が入り、浜松から家康がやってきて、礼を述べた。信長は家康に、兵糧代として、黄金を送り、 二人がかりでようやく持ち上げられるほどの量の黄金を詰めた革の袋を二個分、馬に乗せて送ったという、21日に岐阜に帰還した。皇天神城は、かつて、武田信玄が大軍を率いてもってしても落とせなかった要塞であった。紅葉軍艦によれば、武田勝頼はこの時から宇頂天になって、家臣の言うことを聞かなくなったという。 このことからこの城を落とした実績から勝頼は地震過剰になり、後の長篠の戦いでの敗戦の原因になったとする説がある。その一方で、勝頼は偉大なる父が落とせなかった城を落とすことで、父に勝る武略を示したいという意図があり、結果的にそれに成功したことから、その実績をもって過信統制を強めたという解釈もある。天正3年。 1575年の長篠の戦いで、武田軍は、織田、徳川連合軍の前に大敗を起死した。これ以降、二股城、犬城などにおいて徳川方の反抗が始まり、ことに、諏訪の春城を奪取したことで、大井川沿いの休路を封じた。そして、横須賀城など、多数の付け城を築いて、皇天神城への締め付けを強化し、武田方にとって、 皇天神城の維持は、利点の裏で補給線の長さから負担の大きなものとも、なった。天正八年、1580年10月、徳川家康は5000人の軍勢を率いて、皇天神城奪還を図った。家康は、力攻めではなく、城を囲んで周囲に獅子垣を作り、兵糧攻めを行った。当時の上昇は、今川旧神の岡部元信だったが、 武田勝頼は、海から援軍を送ることができなかった。勝頼が皇天尋常を救援できなかった事情について、小田川の資料では、信長後期は、勝頼は、信長の武勇を恐れたためとしている。一方、武田川ではまず勝頼は、天正六年、1578年3月の、越後国における、お盾の乱後に、上杉影勝と、光越同盟を結んだため、 あと、北条氏との交渉同盟が破綻し、駿河において、北条氏政の構成を受けていた点が指摘される。北条氏政は、織田、徳川氏と同盟を結び、家康は、駿河西部における構成を強めていた。また、勝頼は、信長の後なんで、武田家に、人質として滞在していた、織田信夫源玄三郎勝長を、天正八年三月に織田方に返還し、 信房を介した信長との和睦を試みていた、高校はよ。このため、勝頼は皇天神城に救援を送ることが、小田田との和睦交渉に影響することを懸念していたとも考えられている。なお、公陽軍艦では勝頼は皇天神城救援の意思を持っていたが、信長を刺激することを恐れた一門の武田信とよ、側近の後部政氏が反対したとする逸話を記しているが、 これは確実な資料からは確認されていない。天正九年、1581年1月三日、織田に、勝頼出陣の噂が届き、これに備えるべく織田信忠が、清須城に入った。しかし勝頼が出陣した形跡はなく、これは巨峰だったようである。なお信長はこの城攻めにあたり、家康に対して、皇天神城の降伏を許さないようにという書状を、 送っている。信長は勝頼が皇天神城を見殺しにしたという形にすることで、武田氏の威信が失墜することを狙っていたようである。また、書状の中で信長は、武田四郎文在手は、十、重ねても、交換性魔軸、後ろ巻きなる魔軸僧動なりと、勝頼は到底救援に来られないだろうと読んでいたようである。天正8年12月に、信長は、福富秀勝、 猪子高、治、長谷川周一、西尾義次からなる側近衆を、後天尋常行為中の家康の陣に派遣して、陣所を察させ、戦略の詰めの調整をさせている。この方位によって、城兵の大半ががし、3月25日午後10時頃、武田軍はついに城から撃って出るが、徳川軍はこれに応戦し、岡部元信と、兵688の首を撃ち取った。 信長後期。この戦いは、武田氏の一心を致命的に失墜させた戦いと言えた。勝頼は、岡部元信が、救援依頼を出したにもかかわらず、援軍を出さず、結果として、元信をはじめとする多くの将兵を見殺しにした。翌年における武田攻めで、五一門衆である、木曽義政や穴山信君、不代画廊の小山田信繁の造反の一員に、 なったとまで言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。